テレ東ビズ。鉄道での事件が相次いでいることを受けて、警視庁と JR 東日本など鉄道4社が30日、無差別襲撃に備えた訓練を JR 渋谷駅で行いました。駅のホームで刃物を持った男が暴れていると想定し、駆けつけた警察官が取り押さえるまでの手順を確認しました。また、鉄道4社の駅員が警察官からさすまたの使い方を学びました。一方、8月に車内で刃物を持った男が無差別に乗客を切りつけた事件が起きた小田急線でも訓練が行われました。